お地蔵様の前掛けよだれ掛けエプロン。販売しております。金箔がついてもはげない国産仏壇。 お仏壇、あ、逆やった。<laughs> お仏壇の販売が定食なかった後期でございます。2023年2月の4日土曜日、今5時48分の朝動画、今外気は2度でございますね。だいぶ暖かくなりました。一日と違うと思います。あの、昨日ありがたいことにですね、ネットを見てスマホ検索で、えー、当店をご覧いただいてですね、よだれかけご注文、これよく売れるんですよ、えー。あの、これ実はもう最後の1枚になっております。またちょっと作らないか、これ 特注対応なんですよですからこれ当店が特注で作っておりますで、まあ、あの5枚ぐらい前仕入れたんですけどもうなくなってしまいましてですね、はい、最後の1枚となっておりますはい、まあ、こういう形であの実はですねこれ特注対応できますあのお地蔵様、まあ、こういう感じですねお地蔵様のこの首周りのサイズが違ういろいろあるんですよ大きいお地蔵様もいらっしゃいますからねあのそういう場合にではですね首回りのサイズがこのひぼが変わってきますこのドあと胴回り この胴回りのサイズですね胴回りのサイズを測ってきてくださいあと色色もですね各種対応ができますよかったら前のが古いのがあったら古いのを持ってきてくださいそれが一番参考になりますのでねあのでもちろんその古いのは無償でってあの,あの処理いたしますあの供養処分いたしますのではい、えー、昨日ご来店ありがとうございますね とでまました助かります地域のお地蔵様、前掛けでございます。あの、お値段の方はですね、これ安く対応しております。あの、これはもう地域の皆様のお地蔵様ですからね。はい。あの、当店はそんなに載せておりません。あの、福岡の職人さんの手作りになります。はい。えー、4000円プラスで特注対応可能でございます。先ほども言いましたように、この首周り。よかったら、胴回りも測ってきてください。 首回り、胴回りのサイズ、あと長さですね。だから紐の長さ。それとあの、この、この長さですね。この長さ。ここから、ここまでの長さですね。これもやっぱりこう、大きさによって変わってきますのでね。よかったら測ってきてください。よろしくお願いします。えっと、色も各種対応ができます。えー、古い前掛けは持ってきてください。供養処分いたします。 ま、あの、こういう形でですね、まあ、到ていろいろなことが対応ができます。ですから、まあ、ネットに売ってないものでもですね、あの、製作、まあ、こういう布製品ですね、あの、いろいろな、あとはお仏具仏壇、いろいろ対応ができますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は天、ンお祈り申し上げます。